レンゲちゃんは奈良県葛城市の公式マスコットキャラクター。奈良県葛城市出身の漫画家、木下里氏により作成された女の子のキャラクターで2009年4月15日に平地路線と1300年祭の公式キャラクター、セントくんの恋人候補という設定で発表された。発表当初から7死のままでセントくんに恋文を渡す。 平成21年の連区用絵式にて、千と君とデートをするといった積極的なアピールを行っていたが、桂木ラの詩により愛称の一般公募が行われ、国内外から集まった2576件1378種類の案の中から2009年6月14日、レンゲちゃんと命名された。モチーフは、奈良県桂木ラ市にある大間寺の二層であったとされる伝説上の人物、 中条姫で、中条姫伝説のエピソード、一夜にして、ハスイトによる、トーママンナラを織り上げた、光憲天皇の前でことを演奏し褒美を賜われた。などは、レンゲちゃんの、レンの字や、プロフィールの特技、編み物、ことに反映されている。デート以降は、バレンタインデーを除きあまり積極的なアピール活動をしていなかったが、お笑い好きの千と君のため、2010年9月13日に、 市役所職員と共に、レンゲちゃんのセント君として M-1 グランプリに挑戦。しかし、結果は1回戦敗退となった。平常セント1300年祭のフィナーレ会場でのセント君の音楽好きな様子から、ツイッターでのつぶやきに応じた福岡県太宰府市のキャラクターセンウメちゃんというニットを結成、12月5日の奈良マラソン会場にて、眠れない夜と題する歌を披露した。 セント君が奈良県のマスコットキャラクターに就任すると2011年1月4日の仕事始めに最初の客として訪問、年始の挨拶と就職を祝う手紙を手渡した。セント君以外ではマント君との関わりも多く2010年2月12日にはマント君にバレンタインデーの贈り物としてお友達と書いた。 チョコケーキをプレゼント、お返しに三月十一日には、マントくん長屋君、ん、サコン君、大志くんミーマンからホワイトデーの訪問を受け、マントくんからは特製マントくんまを受け取った。六月二日に万二歳の誕生日を迎えたマントくを平城旧跡第一次大極殿に訪ね、自身のイラスト入り手作りマントと誕生日ケーキをプレゼントし、六月十三日には、 平城戦と1300年祭のマホロバステージにて、前述の手作りマントを着た、マン、トクンと共演した。2011年2月3日、日本郵便は、葛城の市内4つの郵便局におけるの風景員の図案変更に伴い、レンゲちゃんを追加した。2013年5月9日、竹内街道1400年を記念して、同街道入り口の柿のハ種本舗。 田中桂木の店でアルバイト、ありがとうございます。